こんにちは、はい、豊さん。メジャーリーグがすごいことになってます。金あるな。ありますよ、まあ、現在ウィンターミーティング真っ最中なんですけれども、まあ、日本時間の12月8日までというところで、はい、ここで名前が挙がっているのがもちろんそうです。 FA の今シーズンの、まあ、史上もう大目玉と言ってもいい大谷選手、そして山本由伸投手。大谷は800億超えるんじゃないかっていうな。900億円近いという記事が出ました。まあ、そうだよね。そうなんですよ。まず大谷選手からなんですけれども、最近の情報によるとジャイアンツ、サンフランシスコジャイアンツが、まあ、接触をして面談をしたという記事が出ました。でこれによって、エンゼルス含めエンゼルス、ドジャース、カブス、ブルージェイズからジャイアンツの5球団が本命で、ここでです、さらにどこかわからないミステリーチームがもう1チームあるらしいと現地の記者が話しています。ミステリーチームまだ明かしていないチームがもう1球団大谷選手に接触しようとしていると、まあ、ここはまだ球団名がミステリーなのでわからないんですが、ここでもしかすると大谷選手900億円近い額に行くんではないかというふうに言われています。すごいな。いやいや、でもね、はい、俺ダルビッシュと対談した時に、はい、なんでこんな高額な年俸っていうのが存在するのかなっていうふうに不思議で、はい、ダルビッシュにぶつけたことがあるのね、うん、彼に対談の時にね、はい、そしたらね、よく分かったことが、やっぱ野球に対して真摯にストイックに、まあ、向かってるよ。それとやっぱ裏での努力はすごい選手のですよね。それによって培われた人間性というものがやっぱ素晴らしいよ。あ、彼らは、はい、それは能力に出してるお金もあるけども、それで培われたやっぱ一流のその人としての立ち振る舞い、はい、これにやっぱお金が存在するなっていうのをダルビッシュと対談して初めて分かった。だから俺はこういくら出しても納得するというかさ、だからその900億円が決してものすごい高いっていうことではない。だって彼はやっぱりピッチャーとしての努力もしてるし、はい、バッターとしての努力もしてるし、それに時間を費やしてるよ。で時間って人間って平等じゃない、はい、だけどそれを何に使うかによって価値が全然変わってくるものじゃない、はい、だからそれを野球一筋にかけてる、これ命をかけてると言ってもいいと思うんだよね、うん、はい、まあ、大げさに言うかもわからないけども、それに払われるお金っていうのは、人間の命ってお金で買えないっていうぐらい価値の高いものじゃん、はい、そうなってくるとやっぱあれだけの成績を残し、裏ではあれだけの努力って見たことはないけども、まあダルビッシュに聞いたことがあってね、はい、そしたら出すよなって、うん、だからダルビッシュも年俸が高いけども、はい、でも当然だなっていうふうのは、うん、ダルビッシュと対談をして初めて分かった、うん、だから俺は納得した。やっぱだからそのメジャーリーグの選手ってステータスがものすごく高いよね、うん、なんかこう来賓っていうかさ、はい、特別な来賓として扱われる、これもう分かるような気がするよ。だって特別な時間を使って来てくれるわけだから、はい、でもよくダルビッシュなんか YouTube 出てくれたなと思って今いやいや、でもすごい価値があるというか、まあ、そうですよね、うん、いやだからお金っていうのはね、その驚きはしない、あ、900億、うん、驚きはしないけども、いい選択をしてほしいなっていうのはすごく思うよね。これ豊さん的にどうなんですか、その、まあ、エンジェルスという残留ということも、まあ 視野にはあるね、視野にはあるし、でやっぱずっと本命だと言われていたのが、ドジャースですよね。でそこに、まあ、サンフランシスコジャイアンツだったりカブスだったりブルージェイズなどが入ってきて、ここって今大谷選手ってどこを本命だったり、どこに心が、それはね、もうね、代理人があのお金だったりとか条件ですか、うん、だから本人的にはもう代理人に下駄預けるっていう、まあ、自分の最低限の条件はもちろん伝えますよね、まあ、もちろんもう伝えて、うん、その交渉はしてくれてるはずだから、うん、だからまあそこら辺はもう大谷はそんなに関与するところでもないし、うん、そんなお金がいくらぐらい違ったってびくともしないと思うし、はい、
そうですよね。いやだから俺は本命はドジャースじゃないかなっていうような気はしてるんだけどね、うんうん、ですよね。やっぱヒリヒリするところで試合をしたいとか、はい、やっぱりさ、そうメディア的にも、うん、ね、これは美味しい格好のネタじゃない、まあ、だからもう、ね、ドジャースでお願いしますみたいな、うん、言ったらもうちゃんちゃんじゃない、そこで終わってしまいますね、終わってしまうじゃない、はい、やっぱそういうことも考えてるのかなっていうふうに思うよ。だって連日お昼の時間帯の主婦の方たちが見る番組とかでもまず最初大谷選手の移籍どこから始まってるので、今ずっと、まあ、そりゃそうだよな、全く罪のない、うん、なんか平和なニュースだからな、そうなんですよ、そうなんですよね。で、史上2番目のやっぱ注目というのが山本由伸投手で、一応基本ベース最初294億円、約ですよ、日本円で294億円と言われていまして、最初報じられたのがニューヨークの2球団が有力と言われてました。メッツとヤンキースがですよ、ここに来てさらにドジャース、それからサンフランシスコジャイアンツなどなど、ある記者によると向こうの10から15チームが彼に興味を示していると。まあ、大谷からしたら安いからな。そうなんです、ただですよ、安いって言っても、まあ、安いって言ってもすごい額なんですけど、294億円約ですよ、なんですが、これヤンキースがどんどん値を吊り上げていくと最高額約441億円の可能性も出てきたというところ。どうやって計算してんの、どういう試算なのかは向こうの記者さんなんですけれども、まあ、いろんな記者の方がそういうふうに書いていて、もしかすると441億円になるかも。で、これも一つの説として、ジャイアンツがダブ取り、ダブルで大谷選手と山本由伸投手を取る可能性もゼロではなくなったという記事も出ていました。っていうところ、まあ、千賀も言ってるよね、はい、メッツで日本人的なローテーションを確立しようみたいなことも言ってるし、どうなんですかここは。わかんないよ、まあそうですよね、山本由伸がどうのこうの言ったって、ただやっぱ地域的なことも話はしてんのかなとか、環境的なこととかね。これ最初ニューヨークの2球団って出てたのは、やっぱそのニューヨークが一応第一本命ってことなんですかね。いやでも寒いからな。寒いですよね。まあそんなこと関係ないか、うん、大谷選手はやっぱあったかいところっていう情報が出ていて、まあ故障がね、うんうん、まあ、肘のね、はい、あるから病棟するとしたらさ、はい、やっぱ気候がいいところの方がいいよね。そうするとまあサンフランシスコもそうですし、ただニューヨークっていうとやっぱヤンキース名門っていうところもあるので、うんね、はい、でもさ、うん、マー君がいた時に200何十億だったよね、はい、ヤンキースと契約したのが、はい、これを超えてくるっていう、いやだから日本の野球のレベルっていうのがどんどん上がってきてるな、はい、ですよね。プラスあのやっぱりその WBC で優勝した、でその時に投げていた投手たちっていうのでもさらに箔がついたというか、いやまあそれもそうだけど、うん、まあダルビッシュはじめ、はい、大谷もそう、マイケンもそう、で菊池雄星も今年活躍した、はい、いろんな日本人選手のレベルが上がってきて、やっぱメジャーでもしっかりした活躍をしてるから、はい、やっぱ日本人投手として行くのに箔がついてるというかさ、間違いがない市場だっていうようなね、まあ、そういう太鼓判を押されるような、だから先輩たちにも感謝しないとな、本当そうですよね。だから本当に日本のピッチャーのレベルっていうのは、うん、バッターのレベルもそうなんだけども、はい、まあ上がったなと思うよね。だから野茂投手がそこを切り開いてくれたわけですからね。そうだな、うん、ドジャースで最初、まあなあ、うん、その後行った選手たちっていうのは結構苦労したりだとか、うん、したけども、でもそうだな、ダルビッシュを境にかな、上がったな価値がな、ありますよねそれは、うん、でプラスやっぱ山本投手25歳ということで若いっていうのもやっぱりチームから、いやそれは魅力だよね、魅力だそうです、うんうん、そりゃそうだ、うん、だからお金は惜しまないんじゃないのかな、球団としてはそうですね、うん、チームとしては。あとやっぱりあのそこと並行して今永投手、松井裕樹投手にもやっぱり数球団からその興味、まああるだろうね、はい、っていう記事ももちろん出てました、うん、ちょっとみんな小柄になっちゃったんだよね。あ、そうですね、身長がってことですか、うん、だ誰だって90以上でしょ、はい、大谷も90以上でしょ、うん、まあ、マイケンも80高いですよね、高いよな、はい、4、5あるのかな、はい、菊池雄星も高いでしょ、
山本、今永、松下、ちょっと小柄になっちゃったね。そう、そうですね。でも小柄でも、まあ、評価されるというか。いや、まあまあボールに力あるからね、うん、特殊ボールもあるしね、はい、だからそうだな、評価上がったな、一気に上がりましたね。だからもちろんあの大谷選手はそうなんですけど、山本由伸投手、あとは今永投手、松井裕樹投手もどこのチームに行くんだろうっていう。そうだな、はい、まあ、楽しみではあるけどね。そうですね。でウィンターミーティングは、まあ、12月8日日本時間の12月8日までなんですけれども、まあ、そこポスティングでの交渉っていう山本由伸投手などは日本時間だと1月5日かな、4日5日までは続くので、もしかしたら結構ずれ込むのか、早い段階で決まるのか、どういう風な年越しになるのか、選手たちが。すごいな、夢があるな。ありますよ、めちゃくちゃあります。今年はね、あのメジャーに挑戦する選手たち多いので、うんうん、俺も挑戦したかったな。あ、どこ、やっぱヤンキー。いや無理だなパワー的に無理だよ。パワー的、まあ、スピードはついていけたかもわかんないけど、でもスピードもパワーあるからな、向こうはな。投げ足の選手みんな座ったまま放りますからね。俺も投げれるよ。座ったままですか。ふわーんとねいや、ピュンでしょ。そうだな、そうだな、うん、まあ、レベルが違うというかな。いや羨ましいな。いや、いいですね。いい、夢がすごく広がってるというか感じしますけれども。だからもっと早くなんか鍛える方法とかさ、はい、昔からやっといてくれればさね、なんかもうちょっと近くにメジャーはあったのかなって。羨ましいね。羨ましい時代ですよね。でも頼もしいな。うん、そうやってこう日本の野球がレベルアップしていくっていうのはね。そうですね、うん、もちろんあれですよね、大谷選手だったりあの山本由伸投手の移籍先決まったら速報でおじさんは出すんですよね。まあ、おじさんはな、多分出すと思います。出しますよね、はい、期待してます。はい、はい。